今日ゲームス株式会社は、スパイクチューンソフトの元社員が設立した、日本のコンピュータゲーム開発会社である。弾丸論破シリーズの脚本家である、小高和武、作曲家の高田正史、イラストレーターの小松崎類、極限脱出シリーズのディレクターである、内越幸太郎によって2017年に結成された。ゲームを数作品制作しているほか、2020年放送のアニメ、 悪玉ドライブをピエロと共同制作した。内越光太郎、小高和武、高田正志、小松崎瑠依らが中心人物。スパイクチューンソフトの弾丸論破シリーズの脚本を書いた小高和武は、テレビアニメ弾丸論破3とゲームソフトニュー弾丸論破 V3 の完成後、新しいことができる自分の開発会社を作りたいと考えを始めた。 シリーズの作曲を担当した高田正史やキャラクターデザインを担当した小松崎類に相談したところ、彼らもこのアイデアに興味を示し、高田はすでに他の会社の立ち上げに関わっていたこともあり、2017年に会社を設立した。小高はこのほか、スパイクチューンソフトの極限脱出シリーズのディレクター見客本家の内越光太郎、弾丸論破のイラストレーターの島ドリル、 キットのインフィニティシリーズのディレクター兼、共同脚本の中澤匠、弾丸論破漫画版のシナリオ担当の小泉、洋一郎などを会社に招いた。小高が代表を務めているが、合同会社であるため、会社としての決定は、小高、高田、小松崎、内越の中心メンバー4人で行っている。代表の決定は、キャプテンを決めるような感覚であり、一時は内越に、 なりかけたが、最終的に小高が引き受けた。社名の由来は、彼らが拠点としている東京と、英語の2と今日の語呂合わせで、狂いすぎた、ゲーム会社という意味を込めている。同社は2018年9月に、一般公開され、4つのプロジェクトが開発中である、ことを発表した。うち2つは、ゲーム、ワールズ・エンド・クラブと、アニメ、悪玉ドライブとして公開されている。 この4つのプロジェクトに加えて、FMV ゲーム、デスカムトゥルーを2020年に発表、発売し、エクストリームベースボールゲーム、トライブ9を発表した。小高によると、同社の目標は、新しい知的財産を創造することや、また、スタッフが独自のインディーゲームのプロジェクトを創造することである。将来的にはいつか、弾丸論破シリーズに戻りたいとも述べた。ありがとうございます。